はい、どうもケニーです。よろしくお願いします。ということで今回もバンティーラッシュやっていきましょう。ということで、はい、今回はですね、こちらドンキホーテ海賊伝特別幹部シュガーと、だからゲッターで出せ言うたんやだからゲッターで出せ言うたんやはい、まあということでですね、まあ先ほどちょっと生配信終わった後にね、ちょっとリーグの方をやって、まあちょっと撮ってきたので、まあいい、シュガーのいいところをね、まあいいところを出すたね、いう感じになってる動画にはなってる。まあ特性を出してるっていう風に言っといた方がいいかな。はい、特性をちょっと出し切ってる、まあシュガーをね、ちょっとお見せすることができると思いますので、まあちょっとね、よかったらね、見てもらえたら嬉しいかなという風に思います。で、初めの段階に言っておくと、メリットとデメリットの方も、まあちょっと先にお話ししておくと、まあ一応これ100じゃないんで、最終的な結果、耐久力っていう部分に関しては、まだ未知数ではあるんですけども、やっぱりこのキャラクター、まず先にちょっとデメリットの方をちょっとお話ししていくと、ダメージカット、こちらの方がですね、30% しかないんですよね。で、敵を吹っ飛ばした時に20秒間防御力が 30% 増加するっていう条件があるんですけども、それがついたとて、まあ 60%。はい。で、その、まあ、吹っ飛ばした時に、まあ、防御力、20秒間 30% 増加するんだけど、敵も吹っ飛んでいっちゃってるんで、要は、シュガーのとこに戻ってくる時にはもう残り時間あと10秒ぐらいだと思うんですよ。はい。まあ、戻ってきた頃にはね。はい。ってなってくると、まあ、これはね、結構ダメージカットが少ないので、おでん、新世界のおでんとかかなりきついと思います。はい。で、まあ、実際、旗のエリア内で、まあ、80の、これ、まあ、ブースト2まで解放してるんです。まあ、19マス解放してるんですけども、旗の中でね、おでんと戦ってたらね、もう無理です。はい。ただ、まあ、外で受けた桃源と使えたら、まあ、一回、まあ、耐えれるかなっていう感じにはなってます。はい。まあ、なんでね、そこ、あとは回復。うん、回復の部分に関してで言うと、まあ、この、敵から状態異常によるダメージを含む割合ダメージ。要は割合ダメージを受けてるときに体力が 4% 回復する。まあ、これは別にね、今割合ダメージ環境になってきてるから、これはね、かなりいいんですけども、うん。で、あとはその吹っ飛ばした時に、まあ 15% 回復するっていうものがあるんですけど、まあ回復も要はそんなに強くないんですよ。はい。ただ、言えるのは、猛火状態はチャラにできます。はい。この特性1のこの一番上のやつで。これで猛火状態はチャラにできる。ただ、鬼ルフィと鬼キッドみたいに割合ダメージがちょっと高いやつに関してで言うと、しっかりね、ダメージを受けてしまうという感じになっております。はい。なんで、まあ、そこら辺はね、ちょっと気をつけてもらえたらいいかなというふうに思うんですけども。はい。まあ、デメリットにはそういう感じになってきます。まあ、なんで、最終的な耐久力に関してで言うと、まだちょっと未知数な部分があるんで、まあ、そこはちょっと理解してもらえると嬉しいかな。はい。で、メリットの方をちょっとお話しすると、やはりおもちゃ状態っていう、状態異常、うん、これがですね、まあ、このスキル、ここにですね、しっかり書いてくれてるんですね、今回は。はい、移動以外の操作ができなくなる。まあ、敵は移動はできると。で、方向入力が入れ替わる。まあ、要は混乱してるみたいな状況ですね。で、あとは高いところから飛び降りれない。はい。で、お宝エリアに干渉できなくなる。これは強いですよね、かなり。うん、で、まあ、キャンセル状況は、シュガーが KO もしくは気絶になった時に、解除されるというものになっております。はい。まあ、なんで王家七部会つけたら、まあ、実際おもちゃ状態、まあ、10秒から11秒とか、はい、まあ、それぐらいまで伸びるんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、クールタイムの方もね、このカウンター、33秒になってるんで、うん、まあ、そこもね、まあ、それなりに発動しやすくはなってます。はい。で、まあ、ステを見てね、このキャラクター、多分、全キャラクターの中で一番体力が高いキャラクターになってるんですよ。で、そこも踏まえてね、いろいろ、100になった時に、やっぱ耐久力かなりついてくるとは思うんですけども、やっぱダメージカットがちょっと少ないっていうところがね、ちょっと結構懸念されるところではあります。はい。なんで、今の環境の赤犬に対しては、しっかり見れるんじゃないかなというふうには個人的には思ってます。ただ、おでんが無理。っていう風に今のところは、自分は思ってるので、はい、まあ、なんでね、それを踏まえた上で、まあ、この特性を、ちょっと見てもらった段階で、まあ、要はリーグ、今から行きますので、よかったら見てください。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、
い、それではやっていきたいと思います。よろしくお願いしますと。はい、まあなんで先ほどちょっと生配信終わってもうすぐなんですけども、まあ見てる分には楽しいみたいです見てる分にはかなり楽しい。まあでも本当に史上最小のキャラなんで多分、はい、もうこれめちゃめちゃちっちゃいんでね、かなりちょっとね攻撃の的はねちょっと絞りにくいっていう風に思いたいでまあこの若どひね、若どひこれ強いね、はい、これめちゃめちゃ強いと思います。はい、このシールド守ってくれます。これは強い、これ残ってるのは強いね、だいぶ。さあ、このシュガー対決をちょっと邪魔していこう。でね、このスキルはね超遠距離並みに結構伸びます。はい、なんでこれもね良きポイントかな、シュガーの。はい、でやっぱりディフェンダーのねカウンターはねやっぱり強いかな、そこは。はいね、ここはねまあ意外にちょっと通常がね通常がちょっとなんか、あ、ちょっと待って、裏取られてるわ、ちょっとごめん、ちょっとごめんなさい、戻ります。はい、であれうわー、そうあれゴソップですね。はい、天敵ですよ、天敵、原作ではかなりの天敵と。はい、まあなんで、ここはしっかりあれをおもちゃにしていくと、ウソップは、できないと。さすがですね、さすが天敵、赤犬はこういう風になってると。さあ、吹っ飛ばしていく、さあ回復していく、まあかなりここはいいかな。でこれシールド、これ強いわ、このシールド。うん、犬神グレンでまあ消えてしまったけども、でこれ見てください、今猛火状態になってるんですけども、900食らって、まあ、900回復してるみたいな感じですね。はい、でかなり強いと思います、これ。赤犬に対しては強く出れる。はい、で赤犬倒していく、イエーイ。ということで、さあここ二陣取っていこうか。さあ二陣じゃねえ、初期肌だわいやこれの赤犬にはね全然いけると思う、赤犬はマジでいけます。はい、でまあ多段攻撃なんでね、このキャラクターなんで、無敵を撃った時にこうジャス回して通常当てていけばしっかりいける。あ、さあ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 、これいけ、ああ当たってないさあ、あとねこのカウンター長いんですよ、判定時間が結構長いんで、これもかなり良きポイントになってきますね。はい、さあここ、通常でしっかりお手吐かせる。さあ OK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 、 ただエリア内にいるとマジで食らっちゃいます。はい、なんでこれはちょっと出たい、ただ桃源突火が怖い。よし、これでいやどこ打とんねん、ああ食らってくれたわ、 OKOKOK。 さあさあカウンター、当たらない。これでまあ失敗してもね、当たりさえすればおもちゃ状態になるんで、はい、まあなんでまあこんな感じですかね。はい、まああんまり、うん、まあ特性はしっかり出し切れたかなっていう感じに思います。はい、それでは続いて、やっていきたいと思います。よろしくお願いしますと。はい、学んでとりあえずね、はい、まあおもちゃ状態をガンガン、おお、二陣ちゃうんかいと、二陣ちゃうんかいと。はい、学んで、まあ二陣スタートでやっていきたいと思います。あー、これなごみが来てんのかな。いやー、これなごみに対してはきついね。さあ、ちょっと待って、これはちょっと、あー、もうごめんなさい、もう取られちゃいますなごみ強いね、そう考えると。さあ、まあここ赤い、よしよしよし。でまあゴロゴロメダルねちょっとつけてるんでね今、はい、もうこれはねもうつけておかないと無理さあ、このジャスカー入って1、2、あ、もうこれで外れた。ほう、これは強い、これは強い、やっぱ多段が強いね。さあ OK で、突進回復していくわ。 OKOKOK、 もうちょっとナゴミ邪魔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 、赤犬に置けるところを見せたいの。ちょっとナゴミどっか行ってください本当にさあ、ただねもうこの通常がねはい、でこれ猛火食らっても大丈夫、これは大丈夫なんですよ、これはもう食らってもいいと。あ、食らっちゃあかんけどね、まあ食らっちゃダメだけど。さあ、まあ猛火分は回復してる、しっかり。さあ、いやもうナゴミ行って、なごみえって、貴様は取れ高にならん取れ高にならん。さあ、じゃあもう一回ね、もうシュガーでいきたいと思います。はい、まあちょっとしっかりね敵武来てるんで、もうしっかり守っていきましょう。はい、まあなんでさあ、あそこに赤犬、いやもうこれ多分ねルフィ太郎もとかも超きついと思う。うん、さあ、いやここはちょっと待って、早く離してくれ、
話してくれ。さあ、おい。よいしょ。オーケー。よいしょ。これで、猛火状態になってるのかな。さあ。で、オーケー。カウンターでしっかり決めていくと、オーケー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 。カウンターの決め方はかっこいいんだけどね。さあ、突進。ちょっと待って。食らってるけど、まあちょっと、マグマグ状態になってますね。いや、ちょっと待って。さあ、猛火状態に対して、ここの心配。よし。オーケー、ナイス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 。猛火状態に対してはやっぱりね、気持ちいいね。気にしなくていいっていうのは。そこはちょっと鬼ルフィとかと違ってね、ちょっと安心安全かな。はい。さあ、ワンで、あとはここをしっかり、まあ、シーハタとここかな。もう、あと、もう守っていこう。はい。さあ、あっこに、ニックキゴソップと、あとは一番怖いおでん。はい。さあ、これはね、もうちょっと遠距離、遠距離援護。はい。よし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 。当たってる当たってる当たってる。ナイスよ。シュガー頑張れるよ。最後。オッケーオッケーオッケー。まあ、任せろ。さあ、ここでカウンター。オッケー。さあ、おもちゃに。これですよ、これ。このシュガーの。はい、もう残りこれなんで取られませんと。さあ。はい、これはいい決め方。ナイス。はい、ということで、まあ今回これで終わりになるんですけども、まあ一応特製のね、はい、ちょっとまあ部分は、しっかりと出せたのかなというふうに思いますと、まあこれね、一回だけ体力が 15% 回復すると、はい、まあ一回だけね、まあ生き返れるとはい、いう状況も、しっかりと。で、まあこのね、猛火状態の時、もうほぼ、てか食らわないと、プラマイゼロと、はい。で、体力 50% 以上の時受けるダメージが 30% 減少する。まあこれに関してはね、あれだけど、まあ吹っ飛ばした時に、体力が 15% 回復すると、はい。敵をおもちゃ状態にした時、スキル1のクールダメが 30% 短縮すると。はい。まあっていう感じになってるんでね。まあね、ドフィかな。だからゲッターで出せ言うたんや、シュアは。だからゲッターで良きなんよ。はい。まあなんで、まあね、ちょっと、100になったやつとかね、まあ、ぜひ、耐久どんなものなのかっていうのをね、まあ、上げれたら、上げたいと思いますので、まあ、よければそれを期待して待っててください。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思いますと、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。じゃあね。